君塚シャル。あの日以来ね、今更再会するとは思わなかったわ。本当、あなたは今まで一体何をやってたわけ？マームが亡くなってからよ。君塚、あなたはマームの仕事を引き継ごうという気はなかったの？あなたはマームの命を使ったおままごとを私の前で見せないで。そう、好きにしたらいいわ。でもマームの意志は私が継ぐ。バカね、本当にマームに縛られてるのは私じゃなくてあなたの方じゃない。マームの遺産を、自分の答えを見つけなさい。